はい、皆さんこんにちは、こんばんは、トムウネでございます。ということでですね、今回もマシンの紹介の方をやっていきたいと思うんですけれどもね、今回はテンポよくね、パパッといっちゃいたいと思います。今回紹介するマシンなんですけど、まあ、タイトルにもある通りね、ダンバーベイオネットということで、こちらのマシンを紹介していきたいと思います。磁石に続いてね、2代目のダイナミックマシンということになるんですけどもね、このマシンはね、磁石が無理な人はこっち使ってみたらいいかもしれないっていうぐらいね、ダイナミックの中ではね、とても御しやすい、扱いやすいマシンになっています。この車ね、磁石と違ってクイックな挙動じゃないんですよ。スタンダード気味っていうか、ありがちなダイナミック挙動っていうのか、結構レスポンスが遅れてやってくる感じなんで、タイヤにね、このアスタロスプラス3を履かせてやるとね、まあ3じゃなくてもその好きな数字でいいんですけど、この辺のタイヤを履かせてやると、ダイナミックのレスポンスの遅さっていうのを機敏にしてくれるので、とても扱いやすくなります。個人的にはね、使いやすいにプラス3を履かせてるんですが、とりあえずアスタロスタイヤ履かせてみるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、もしね、アスタロスのクイックさにまだ全然慣れてないよっていう人は、ボスクに履かせるのもありです。全然あり。個人的にはローリングサンダーは別に履かせなくていいんじゃないかなと思ってます。一応ね、プラス3にすると加速力は上がるんですけど、この車ね、もともと加速力が結構いいんですよ。個人的に結構使いづらくなっちゃうんで、ローリングサンダーはまあ趣味の範疇かなっていう感じに思いました。2灯籠は当然ギャラクシアンのチャージ U ということでね、この車ダイナミックの中だと結構チャージ量が少なめに設定されてるっぽくて、他のダイナミックでは打てるニトロフがこの車だと打てないみたいなことがね、結構起こりがちな車なので、チャージ U で走ってあげれば大体のコースは走れるんで、結構器用万能な感じかなというマシンですね。プラグインユニットにはニトロタンク100をつけてあげます。これつけてあげないとね、チャージ U つけてるときはダイナミックタイプは死ぬので、絶対セットでつけてあげましょう。まあ、一部のね、下り坂とかのコースは例外なんですけど、まあ、その話はね、またおいおいやっていくとして、でエンジンはドルアーカーをつけてあげてます。今回はこちらのカスタマイズを使いまして、オーパス3をさらっと走ってみようかなと思います。レッツゴー。いや、ちょっと待って、先にね、言い訳させて、俺今日マジで眠い。っていうのもね、今日ね、朝の4時に起きたんだよね。そんでね、二度寝しようかと思ったんだけど、悩んでたらそのままね、仕事行く時間になっちゃったね。そんな感じなんでね、マジで眠いんで、ちょっとミスが多発しそうな感じではあるんですが、挙句の果てにね、ちょっと PS3、PS3 がさ、いつも俺の使ってる PS3 じゃないから、DJ が消えてねんよ。ちょっと、調子が出なさそうなところではあるんですけど、でこんな感じでね、まあダイナミックタイプの中で微妙なチャージ量とは言いつつも、やっぱりね、そこはね、チャージ U つけると凄まじい、スタンダードとかでは絶対に再現することのできない圧倒的なチャージ量を誇ってますよということで、でね、多分挙動を見てもらえば分かると思うんだけどね、磁石みたいにほら乱れてないでしょ。これほらね、使ってる感じはマジでスタンダードをちょっとほんの気持ちちょっと凶暴化させたみたいな、ほぼほぼね、スタンダードなんですよ。多分これはね、ぜひ使ってみた人にしかわからないので、使ってみてほしいんですけど、ベイオネットは、ダイナミックの中では個人的には一番使いやすいマシンなんじゃないかと。これ初心者におすすめするんだったら、俺はベイオネットかなと正直思ってる。磁石をおすすめしたんですけど、やっぱりね、挙動が結構、クイックな挙動が難しいと思うんで、個人的にね。もう個人的にしかさっきから言ってないけど。ほらもうこんなね、ダラダラと喋りながらでもね、こんなアホみたいなニトロフが売れたりするんでね、まあ強いんですよ。磁石が例えばね、デュエルクリナールとかデュエルアンジェラとか、あの辺の難しい クエストじゃないや、レースに挑むときに、どうしても磁石の挙動が扱えなくて、うまくいけば勝てるんだけど、そもそもうまく走れないっていう人は、このアスタロスタイヤ履いたベイオネット、これをね、ぜひ試してほしいですね。本当に走りやすい、マジで。磁石との違いはドリフト時の挙動以外にも、踏ん張りは磁石ほど効かないんで、ギャップとかを拾ったり、ハンドルを極端に切り続けたりすると、自然ドリフトが稀に発生するかなっていう感じですね。でもね、ハイジャックとかあの辺に比べるとグリップは結構効く車なので、グリップでこういう幽霊コーナーとかもね、気兼ねなくスーッとこんな感じで曲がっていけるんで、実に使いやすいマシンだと思いますね。で、それだけの使いやすさを兼ね備えていながら、これニトロの速度見ていただきたいんですけど、今420キロ、ちょっと下り坂のところだったので420キロぐらいなんです。確かね、トリプルが419キロでダブルが412ぐらいだったので、なんでね、パタリカとかと一緒ぐらいなのかな。なんで
正直よほどのコースじゃないと、あのパタリタはどのコースでもベイよりは勝てないですね。ダイナミックが不利なコースとかってあるのかな、このゲーム。俺あんまりそんなやり込んでないから知らんけど、そういうコースがあればパタリタクラスぐらいになるのかなっていうぐらいだけど、基本的にはこのアホみたいなチャージ力、あとね素の加速力もかなり高いんですよこの車。なんでね、まあそのパタリ同じニュートラル速度だけども、パタリタが付け入る隙は基本的にないんじゃないかなと思いますね。マップを見てください。今敵車はようやくこのクロスに挑んでるの後ろ側を、あの360度のところを回ったところというありさまでございますけども、こんな感じでね、今の感じでもダブルがはまっちゃうんで、ぶっちゃけ普通に走ってるそのタイムアタックとかやらない限りは結局スリップストリームとかがあるんで、あんまりチャージ量のことは気にならないかなと思いますね。せっかくなんでね、オーパス4も走ってみようと思います。ここのコースもね、結構テクニカルというか、厄介なコーナーがいくつもあるんで、そういうところをね、ベイオネット曲がっていけるのかどうかというね、いわゆる扱いやすさだね、そこにスポットライトを当てて走っていきたいと思うんですけれども、RC4 ワールド前ここで紹介したじゃないですか。あんな感じのミスはしないと思うね。こんだけ扱いやすい。で、加速力が高いので、こんな感じで、もう初手でこんなことができちゃうんですよ。でここですね、ほら分かります、もう余裕でクリアできちゃうんですよ。アスタラスタイヤの補正がそれだけ強力ってことですね。マジでダイナミックを使ってるっていうよりはもうスタンダードもう同じことしか言ってない、さっきから。なんで扱いやすいの極みですね。ああこんな感じでもうグリップでがっつり曲がっても、もう全く滑らない。ああ今ギャップ拾って滑りましたね。このぐらいだよね本当に。ああこれも重弱とかだと今溜まってたのかな。今あのダブルが溜まってトリプルまでちょっと溜まりきらないぐらいですけど、まあ、でもねこのぐらいだったらぶっちゃけね、リトル1本の差だから、ね、タイムアタックとかでない限りはオンバトだったらこのぐらいだったら多分、ね、スリップストリームに入れば解決できちゃうぐらいの距離しか開かないと思うんで、そう考えるとねこの車もめちゃめちゃに強いっていうのが分かりますね。溜まりましたね。さっきのは俺のドリフトのあとドリフトのタイミングとニトロのチャージのタイミングが悪かったってな感じでね、まあ、ぶっちゃけ使っててもあんまり気になりません。うん強い強いです。強いし使いやすい、費用万能の一言につきますね。はい、ということで今回はベイオネットを紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね使いやすいですね。うん使いやすくて強い、なんかもうそれしか言ってないけど本当にそんな感じですね。器用万能という言葉がふさわしい、そんなマシンでした。ダイナミックの練習台としてもいいし、普通にオンバトとかでも全然通用するっていうか、むしろ結構強い部類のマシンに入ってくると思うんで、マジで初心者から上級者まで、まあ、ありとあらゆる層の人におすすめできるマシンなんじゃないかなと思います。タイヤの方はどの挙動が扱いやすいかなっていうのを、まあ、手探りっていうか模索してもらえればと思います。そんな感じで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。